してますか？ですよね。全くしてませんよね。何やねんそれっていう話やんな。そこがこう阿佐ヶ谷家のいいところっていうか、おいでいいところだと思うんですけど、はい、だと思いますね。なんか阿佐ヶ谷家に来てくれる人ってみんなきっと変な女を見るのが好きな人だと思うんですけど、違うの？だと思うんですけど、ね、ティーナカを育ててくれた、なんかティーナカね、東京に来てやっぱ変わったねって、どんどん良くなってったってすごい言ってくれるようになったんですけど、それはきっとこの阿佐ヶ谷家の不思議な空間が作ってくれたんだって私は結構思ってるんですよ。なのでこうやってライブができることとっても嬉しく思います。ありがとうございます。はい、
そんな私なんですけど、なんかもっともっとたくさんの人に見てもらって、もっと私を知ってもらいたいってずっと思って、こういろんなところで発信して、いろんなところ、なんだ、いろんな、例えば映像を作ったりとか、なんか、なんだろう、デザインを作ったりとか、いろんな、なんか手法、手段を使っていろんな発信してきたんですけど、なんかそれを最大限というか、もっともっとたくさんの人に発信するために、私はこの度、ずっと小さい頃から、小さい頃、昔からバイブルにしていた、ジッパーっていうね、ファッション雑誌なんですけど、の雑誌のオーディションを受けることにしました。はい、なんかね、それは配信でのバトルなんですよ。なので、でそれのこう上位の人たちが1年間、そのジッパーっていうね、雑誌のモデルになれるんですよ。勝った人が、グランプリの人が。なので、ぜひそこで勝ち取って、なんか、そうですね、ティーナカを有名になって、それで、なんだろう、こう、それ、私にとっては、そこでもしモデルになれたら、なんかそこからもっと、こう、音楽やってる、こんな面白いことをやってる人がいる、つって、こんな面白い場所があるみたいなことを発信していけるような人になりたいと思ってて。で、なんか、勝手に感極まって、なんやねんお前って感じだと思うねんけど。なんかさっきですね、私午前中、K&M で、なんか占いをしてもらってて、それをちょっと引きずってるんですけど、それでね、なんか、ティーナカはもっと、なんか、そういうの自分のやってきたことをもっとね、なんかこう、例えば、ツイッターとか文章とかじゃなくて、もっとビジュアルで、こう、見た目的なビジュアルもそうだし、今までやってきたビジュアルとかもビジュアルでもっと攻めてった方がいいよって占い師さんに言ってもらって、それでそれごもっともだなって思って、なんか自分がなんかミス愛で落ちたのも多分それがうまくいってなかったからだと思ってて。なんかもっと自分のことを こううまくもっとね、みんな、も今来てくれてる人、見てくれてる人きっと分かってくれてると思うんですけど、なんかもっとね、たくさんの人に知ってもらうには、そういう発信を頑張らなきゃいけないと思って、なんかやっぱ家だから落ち着きすぎて泣いちゃいますね。感情が高ぶってしまう。なので、これからも頑張っていきたいんですよ。で、それを、こう、足がかりとして、絶対モデルになって、もっと発信していきたいと思うので、この、ジッパーモデルオーディション、すごい私かけてるので、ぜひ、応援してください。よろしくお願いします。なんか、急にモデルとか言い始めて、課金バトルとか、なんかそんなあんま好きじゃんみたいなのをみんな思ってると思うねんけど、私も嫌いやねん、そういうの。なんで関西弁になってんだろう。 はい。嫌いなんだけど、でもこれにマジでかけてるんで、応援してくれたら嬉しいです。ちょっと今日本当喉が、毎日配信してるんで、ちょっと喉がだんだん消費されてこんな声になってしまって、本当に自己管理になってない申し訳ないって思うんですけど、でも楽しいライブは届けたいって思ってるんで、皆さん楽しんでいってくれますか？よし。田中さん、これ立っちゃダメですか今日？立っちゃダメ？たくさん？お客さんです。立っちゃダメ。ん、配信カメラが気にしてきたね。あ、そっか。じゃあ、上半身を動かして、すいません。はい。はい。上半身を目いっぱい動かして、一緒に楽しんでいきましょう。いいですか？イエーイ！聞いてください。ご機嫌。Thank you.
愛してるよ、ロシック。私ならここで待ってるよ。
Go!